三木亮は、大阪府高市出身のプロ野球選手、宇藤右内、千葉ロッテマリーンズ所属。東羽頃も小学校1年から軟式野球を始める。小学校時代は、高石南スターズに所属し、野球の基礎を習得。野球を始めたばかりの頃は、父親に買ってもらった軟式野球ボールを使っていった壁当て練習で、夢中になるあまり2から3日で、 ボールの表面がツルツルになってしまっていたという。高石中学校時代は高石ボーイズに所属。石川県金沢市の遊学館高等学校へ進学し、1年次からベンチ入りを果たす。2年次に石川県大会準優勝が最高成績で甲子園出場はなかった。高校通算34本塁打。3年次に プロ死亡届を提出するも、指名漏れとなった。2013年上部大学時代その後、上部大学ビジネス情報学部へ進学。関子新学生野球連盟リーグでは、1年春からリーグ戦に出場。2年時の周期リーグでは打率。400で、首位打者を、3年春季リーグでは打点王を獲得。その後、周期リーグでの試合で、投類の際に、 右足首を骨折し10月に手術。守備練習や走り込みができなくなったと期期感中に言っていた、主に椅子に座った状態での T 打撃練習は1日に1000スイングになることもあったが、功を奏し打撃技術の向上につながったと本人が語っている。2013年6月、3年連続12度目の出場となった全日本大学野球選手権で、総発の優勝、ミキは、 大会5試合で1本類打、8打点打率300とチームを日本一に導く活躍を見せた。また大会第3日準々決勝の対天理大学戦で放った満塁本類打は大会700号という記念にもなっている。同年の7月には第39回日米大学野球では大学日本代表に選出された。第4戦の守備で右膝を負傷し途中交代。 その後の高進学生野球連盟周期リーグでは、主に DH と本来の遊撃手よりは守備負担の軽い三塁手として出場した。2011年周期リーグ、2012年春季リーグ、2013年春季リーグでベストナイン選出。関高進学生野球連盟リーグの通算成績は、75試合出場で271打数85安打、7本塁打。 56打点、打率。313。2013年、ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから三位指名を受け、11月24日に、群馬県伊勢崎市の上部大学伊勢崎キャンパスにて、仮契約を結び、開幕一軍が目標。守備でアピールしたいと抱負を語った。契約金6000万円、年俸1200万円、背番号は37。 遊学館高等学校出身のプロ野球選手としては2005年の鈴木昌光、2006年の小島達也に次いで3人目。2014年は2月の石垣島キャンプ中に左太もも裏側の肉離れでしばらく別メニュー調整となったが、その後一群を離脱。3月8日、千葉ロッテマリーンズの本拠地 QVC マリンフィールドでの初のオープン戦となる。 対福岡ソフトバンクホークス戦において、当初試合前練習と新加入選手、紹介セレモニーのみの参加予定が、同期入団の肘井竜造と共に、急遽、ベンチ入り。6回から遊撃手として、守備につき、7回の初打席では、夕頃で無安打に終わった。目標としていた、開幕1軍は叶わず、2軍からのスタートとなった。4月13日に、 初めて出場選手登録されと、同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦、8回裏、1死の場面で、鈴木大地の代打として公式戦初出場、初打席でプロ入り初安打となるサゼンダを記録。そのまま9回表に、遊撃手として、守備についた。プロ入り初出場となったこの試合は、0から3の、完封負けとなった。 その後5月14日に出場選手登録を抹消されると8月25日には大学時代に痛めた右膝半月痛部分切除手術を受け後半戦はリハビリに励んだ2015年4月28日に侍ジャパン大学日本代表隊 NPB 選抜の NPB 選抜に選出されたことが発表されたしかし6月25日に 出場辞退したことが発表された。10月5日の北海道日本ハームファイターズ戦では、プロ初本塁打を放った2016年は、主に二塁手と三塁手の守備固めとして75試合に出場したが、打率は185だった。2017年は、鈴木のコンバートに伴う形で、中村翔吾、平沢大柄と共に、 遊劇種のレギュラーの座を争ったが、開幕は2軍スタート。しかし、遊劇種で開幕スタメンを勝ち取った中村進和が4月6日に、不審のために軍に降格すると、入れ替わる形で一軍に昇格。その後は、平沢、大峰翔太らと併用される形で、スタメン出場の機会が増え、6月23日の対、オリックス・バファローズ9回戦では、 決勝タイムリーを含む自身初の4安打を放った。しかし、8月24日の対東北楽天ゴールデンイーグルス18回戦では4回に安楽サトシダより右手に支球を受け負傷交代した。検査の結果、右手母子末節骨骨折、右手第二子中手施設関節剥離骨折と診断され、以降の出場はなくシーズンを終えた。シーズンを通しては、 自己最多の85試合、遊劇手として、チーム最多の78試合に出場した。2018年は、シーズンを通して一度も離脱することなく一軍に、帯同したが、新人の藤岡広次大の加入もあり、前年より少ない66試合の出場に止まり、遊劇手としての出場は5試合のみとなった。また、プロ入り以来発となる外野手としても出場した。2019年は、 脳震盪や子宮による打撲による離脱はあったものの、シーズンを通して一軍に帯同。声優劇種の藤岡の怪我もあり、自己最多の89試合に出場した。シーズン終盤に右膝を痛め、オフに、都内の病院を受診したところ、右室外大体関節軟骨損傷と診断されたため、自身の誕生日である10月25日に、教師下右膝軟骨修復術及び、 右膝がングリ音切除術を受けた。また、楽天に移籍した酒一氏がつけていて、過去に中村翔吾、平内、久男、大塚明らが背負った23に背番号を変更した。2020年は春季キャンプ、開幕を2軍で迎えたが、8月23日に西巻賢治と入れ替わり1軍に昇格。主に三類一種の安田翔剣や一類一種の井上、 春地下の守備固めとして22試合に出場したが、10月6日に、新型コロナウイルス感染の有無を調べる、PCR 検査で陽性判定を受けたことにより、出場選手登録を抹消され、その後は一軍に昇格することなく、レギュラーシーズンを終えた。クライマックスシリーズ第一戦の11月14日に、チャタニケンタと入れ替わり一軍に昇格。第二戦の8回裏に、 遊撃手として途中出場したが、打席に立つ機会はなく、チームは敗退した。内野ならどこでも守れる器用さを持ち、広い守備範囲と正確なスローイング、打球に対する反応の良さは派手さはないが、安定感は抜群で、その堅実な守備力は高く評価されている。また、比較的小柄ながらもパンチ力と、勝負強い打撃も魅力。ファンからの応援は、 名字と名前を区切らず、未起量と考慮されている。ありがとうございます。